会員カードは作った方がいいのか。どうも、カラコです。はい、今日は会員カードを作った方がいいのかというテーマでお話ししていきたいなと思います。はい、まず結論言います。今すぐ作ろう。絶対作るべきだから。はい、これ絶対作んなきゃダメです。はい、今日はね、順番に理由を説明していきたいなと思います。はい、会員カードをなぜ作った方がいいのか。はい、まあ以前ね、僕動画にもあげましたけど、低交換のお店行った方がいいっていうふうに言いましたけどね。はい、低交換のお店で、まあ、ちょっとサインプレーできるお店だったら、まあ絶対行った方がいいですね。はい、まあ10日だったらそこまで行かなくても作んなくてもいいのかなとは思いますけど、まあ基本的にね、前回の動画でもお伝えしましたけど、10日のお店は基本的には勝てるのが難しいのでね。はい、低交換のお店に行って、このちょたまサインプレー、会員カード作ってるちょたまサインプレーっていうサービスがあるからこそ勝つことができると、今の時代特にと言っても過言ではありません。はい、会員カード作って、逆に交換率のギャップがあるにもかかわらず、ちょたまサインプレーできない店っていうのもね、たまにあるんでね、それもちょっとね、作るメリットは少ないかなとは思います。はい、もう話しちゃいましたけどね、まあこれ1ですね。ちょたまのサインプレーができる、これが一番大事です。これもう花丸ですね、花丸。これがあるからこそです。はい、例えば、まあ東京都だと、まあ、3.57 円交換で2500玉までというのが多いんですけど、例えばそれを現金で借りてたとしたら、2500玉借りるのに1万円かかるんですよ。で、2500玉ちょたまサインプレーして、2500玉ちょたまサインプレーで借りたら8957円かな、ちょっと違ったら計算直しておきますけど、約まあ1000円ぐらい違うんですね。はい、この積み重ねが勝てるかどうかなんですよ。はい、で地域によってはね、今僕らがいる福岡だと無制限が多いですね。はい、3.63 円かな、 3.63 円交換で無制限っていうのが多いですね。はい、こうなると、例えば1万発現金で借りたら4万円かかります。ただ、1万発をちょたまサインプレーで借りたら、まあ、約9000ですね。9000×4 だから、3万6000ぐらいで借りれるわけですよ。めちゃくちゃでかいじゃないですか。この差がめちゃくちゃ大事です。はい、だからこそこのちょたまサインプレーできるっていうのがめちゃくちゃ大事です。これがもう、これもこれで終わっちゃってもいいです、正直。これが全てです。はい、で一応まあ言っていきますね、メリット説明2、残り玉のちょたまができるですね。はい、これね、毎回流してだと、まあ、ちょっと玉が残るんですよね。まあ、多少お菓子とか変えられるかもしれないですけど、まあ、何個か余っちゃったりして、それめんどくさいですよね。しかも毎回、カウンターに行って交換しに行ってっていうのも時間かかる。時間的ロスも多い。はい。それがもうね、時間ある時にまとめてできる。残り玉のちょ玉ができるっていう、これメリットありますね。これもまあ、丸ぐらいですね。はい。三つ目、ポイント交換ができる。はい、なんかね、お店によってね、ポイントこれ交換できますよみたいなね、サービスされますけど、これ評価×です。これむしろデメリットと言ってもいいです。これお店に来させたい、お店の策略です。これ世間的にはメリットだけど、僕的にはデメリットです。なんか案内でここ毎回カウンター来ていただいて、カード通していただければポイントが溜まってきますので、今日も入れたら溜まるんで入れてくださいとかって、これ時間の無駄だから、これだって世の中にあるポイントカードもあんま作んない方がいいです。お店のただのお店の策略ですからね、あれ。はい、ポイントカード今すぐ財布から抜き出してください。はい、テーマが変わっちゃいました。はい、4、時間延長ができる。はい、これも丸ですね。だいたい今45分、10時までの地域によりますけど、10時45分とかに終わるお店があるんですけど、10分間多く打てるんですよ。はい、これ10分間多く打つとですよ、確変2回多く取れるかもしれないですね。最後ドキドキがなくなる。これ結構でかいんですよね。会員カード作っててよかったって思うって結構あります。はい、これ丸ですね。はい、まあなのでね、会員カード絶対作ってください。あとその他ね、その他なんだろうな、例えばね、会員カードだったら傘貸してくれますよとかあったりするんですよ。あとまあ頭にあるのが朝の入場ね、会員カード持ってる方限定でなりますっていうところもたまにあったりするので、はい、そういうのはまあね、あったりするのでね、いいですね。まあ、もっといいメリットがあったら教えてください。コメント書いてください。はい、大喜利でも構いません。こういう会員カード作ったら面白いよねみたいなね、あったら書いていただければなと思います。はい、でデメリットね。デメリットはほぼないですよ。
デメリット、まあ自分のまあ個人情報を全部かもさないといけないっていうのと、あとまあ会員カードやっとくと、あこの人はいつこの台移って、この台移って、あこの人はいつどんくらい勝ってんだっていうのが全て筒抜けになりますからね。はい、筒抜けにされたくないわっていう方は、まあ作んない方がいいのかもしれないですけども、デメリットも何でもないですね。うん、ほぼないです。デメリットもポイント交換ができるぐらい、このポイントサービスはマジでいらない、はい、ぐらいですかね。はい、あと何かありますかな。あ、そうそう、まあ僕らね今福岡にいて、まあ、稼働してるんですけど、福岡ホールチェック行って、一番いいなと思ったお店があったんですね。あ、釘が開いてて、そこの店はただあの打つことはできるんですけど、福岡県民か福岡市民か分かんないですけど、福岡県民以外の人は会員カード作れませんっていうお店があったんですよね。はい、で僕らそこ一番いいなと思ったんですけど、会員カード作れないイコールちょたまの再プレイができる、これができない、有効活用できないっていうことで行くの諦めました。そんくらい大事です。はい、なのでもう会員カードは今すぐ作った方がいいです。よく行く店だったら特にね、あ10日店だったらまあそこまでメリットないですけど、まあ以前ね10日効果の店はあまり行かない方がいいよって僕は言ったので、はい、なので今すぐ作ってください、勝つためには。はい、以上です。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。